ロジェクト K, クト K 森田キラです。今回はですね、唐津津第10レース以降1の2、3の5、2点勝負です。本日唐津津ともに5日目準優勝戦でございます。このイン逃げ2点勝負、まあ一見地味ではございますが、当たればハマれば爆勝ちの可能性も十分にあると思いますので、まあ準優勝戦ということで、まずはきっちりイン逃げ決まってくださいませ。どうぞご覧くださいませ。さあ始まっていきます。唐津から見ていきたいと思います。準優勝戦ですので、1号艇は期待した、あ、これ1、2、3、1、2、4がめちゃくちゃ人気ですね。極端に人気です。1、2、3、1、2、4、まあ1、2、1、2、5、1、3、5、高いです。来たら一発プラス中止が確定いたします。まあ、唐津は第10レース以降この買い方はですね、まあ結構難しい感じがします、唐津に関しては。だがしかし準優勝戦です。準優勝戦なので、さすがに1号艇行っていただきたい。あ、スタートがね、ここしてる5号艇だよ。これちゃんと押さえて1号艇がいければ5号艇3着につけます。待って高いです。これ高い、やばいです。多分特大マジです。これやっぱガラッツはむずいか。準優勝戦でこれですから、まあまだわからないです。もちろんここで特大やばいです。これあ、想像以上にやばいかもしれないです。準優勝で10万種も存在しますけども、54541、200倍台ですか。3号艇からならもっと高い。あ、3号艇からならベラボンに高いし。ちょっと特大満州狙いが続きましたので、久しぶりのイン逃げ2点勝負でございますけども。引いていきました。そして前田の隣もうズバリ勘弁していただきたい。1、3、5高いですね。これも1、まあ、1、2が人気です。いや、これで第11です。第12ですはさすがにイン逃げ決まっていただけると思います。で、どっちか来ていただければそれで OK です。コースがねバラバラなんですよ。そうするとこうやってスタートもバラバラになるんです。なんでな。あ、これ1号艇いく。5号艇が残れば、5号艇を6号艇が背中を押した。待って、2号艇まだ分かんない。前田敦也が先頭優勢、そのアウトに1号艇の青木、スタートは前提正常でした。頭一つ出ています。2号艇の前田敦也が1周の2枠を回る。1号艇の青木源太差しに構え、ほらダメだ、唐津で1号艇頭を狙っちゃダメだ。難しいです。そう、もう何回目ですかこれ。カラスでこれやっちゃダメなんだ。その後ろは4番と5番が競り合いますが、握って待った4号艇の浅見が3番で優勢。準優勝戦だからってカラスでこれをやってはダメなんだ。3号艇高橋秀樹、6号艇横田高光と追走しています。先頭は2号艇の前田敦也が2周にマーク、続いては1号艇青木源太、3番手で回るのが自身2度目の優出を目指します3号艇の山崎。4コースが角で4号艇の橋本明です。津は G1 戦控えております。この後津も準優勝戦でございます。唐津ラスト、風速は4メートル追い風。12レースはさすがに決まっていただきたいです。これも 1,2 がめっちゃ人気ですね。 1,2 もめっちゃ人気。4番、5番、6番の枠なり、はい、決まりました。1号艇決まりましたでしょう。内側の艇が鋭いスタートを決めていきました。さあ1周の1枠、1から1号艇の1、2がめっちゃ人気です。2コースからの差しは2号艇の武田、間を狙った3号艇の1、2、5、5.2倍、 5.2 倍でも取ってからの津に進みたいですけれども、2号艇の武田スタートありますよ、ありますよ、はい、全然ありますよ、はい、全然あります。1、2、5、1周の2枠は1号艇井上トップで旋回し、続いては2号艇の高田達也、はい、前の2人は変わりません。1番2番です。3番手は3号艇の山崎翔がわずか2枚、4号艇の橋本明がその内に停止さ、
2周目1枠先頭は1号艇の井上、2番手で2号艇の武田です。4号艇の橋本が先に回ります。差し込んで3号艇の山崎翔が3番手。上位体系は1番のファイナル目指します。さあ2を見ていきたいと思います。G1 戦準優勝戦125135、8年ぶりのレディースチャンピオン12倍を超えればプラス収支ですので、どっちが来ても一発でプラス収支届きます。125135 10倍台ですけども、理想を言えば唐津で1本的中いただいてプラス収支に届いてからこっちに進みたかったんですけども、ボンザーやだよ絶対ダメだよボンザー、ボンザーやだやだだきただだだだこれは絶対くるよ、一旦5くるよ、一旦5パターンだよ、これはこの流れは一旦5パターンだよ、入った頑張れ頑張れ、待って、1、2、5パターンある、1、2、5パターンある、一旦1、3、5と見せかけて1、3、1、2、5と見せかけてまたしても1、3、5、どっちもありますよ、これどっちでもプラス収支いきます、どっちもあんまり変わりません。15倍16倍やめた怖い怖い頼む、もう怖い、絶対きつい、早い段階でもかけていただきたい、とりあえずありがとうございます。心臓に悪すぎる、マジで。アンナーも最後の最後まで争って、走ってる方も大変でしょうけども、見る方も大変です。恐ろしい。とりあえずプラス確定、獲得しました。何倍でしたっけ、もう一旦号、よし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 、いやこれで、これでもう一本来ないとダメなんです。プラマイゼロじゃダメ、12125、待って、 11.4 番、125、2号艇が差しが決まったと思いきや、これは1号艇が来る、2号艇心臓止まっちゃうよ。いやラスト1マーク振り切って2号艇と先頭でクリア、引いてから切り込んでくるんですが、はい、ラストでございます。第12レース、プラス収支は確定いただいております。だがしかしこれじゃダメです、全然ダメです。もう一本的中いただいて、まあ回転率200%欲しいので、これだけの勝負をするからには
これは高いです。人気が割れております。2号艇も人気で、3号艇も人気で、そうですね、1号艇、2号艇、3号艇が人気なので、なので1号艇頭で来ても高いところが多いですね。1、2号艇、3号艇で 20倍台です。そんな第12レースでございますけども、これ当たったらもうフィーバーですよ。頑張れ。ちゃんと1号艇が踏ん張れば、はい、踏ん、あ、2番手から握り込んでくる1号艇カーロは2番手までか流れました。3番手から4号艇寺田、この内側から2号艇藤原、今度は3番手のうち2号艇の藤原がわずかに前か、外から4号艇寺田が食らいつきます。マジかいや、1番手は3号艇三浦里が先頭、2番手をつける2号艇藤原、進んでかわす1号艇カーロ、3番手は2号艇藤原、先ほど足掛さん4号艇寺田ち、3番手らしい内側から4号艇寺田、相当は2号艇藤原並走です。何とバッター3号艇三浦、まあいいか、とりあえず1本いただいたからとりあえずプラスには届いたからギリギリ。2号艇の藤原が内を突くんですが、4番手が現在上位は3番手、いや1号イン逃げ少なかったですね。準優勝戦なのに、これがテクニカル、まあ準優勝戦新骨頂3号艇三浦里が先頭、3周1マークに入っています。2番手1号艇カーノメイ、そして3番手握っていく4号艇寺田がおつける2号、はいありがとうございます。いや、でかいです、でかいです。これはこの勝ちはでかい。次回もぶっこんでいきます。では今回はこれであります。ありがとうございました。ありがとうございます。